はい、ということで僕たちは今、Google の本社からちょっと離れた Google クラウドっていうところに来ております。 Google クラウドとは？ Google クラウドは、Gmail のアカウントを持っていると基本使えるシステム で多分使ったことあると思うんですけど、スプレッドシート、今回旅でね一番大事にされているスプレッドシートだったり、みんなで共同編集できるスライドだったり、ドキュメントっていったものが Google クラウドのプロダクトです。すげえ。こんな感じで噴水がありますね。いいね。やっぱここサンフランシスコだからめっちゃ暑いんですよね。こんな感じで。あ、でもちょっと涼しい。これで冷たい。リラックスができるということで、やっぱ Google はさすがですね。では。やっぱなんか一つの街みたいになってるよね、ここら辺は、イベント多くされてるのかな、社内向けのイベントとかがよく行われてるんですよ。なんか Uber とか Airbnb もよく行われてるって言ってたので、こんな感じでなんかでかすぎにイベントセンターだけでなんか一つのなんか巨大オフィスじゃないかっていうぐらいすごいです。さすが、皆さんさすがです。で、あんな感じで広場があって、もう今5時半なんですけど、もうみんなお酒を飲んだりとか、出勤退勤後、なんていうかね、仲間同士で、社員同士でお酒を飲んだり、ご飯を食べたりしています。あと見てください、皆さん、この Google 自転車、これ多分なんですけど、誰でも乗っていいんですよ。こんな感じで乗れます。で、Google クラウドのマークになってる。これは Google クラウドスペースっていう、超でかいな。 MP2 ですね。いや、でもなんかあれだね、普通にオフィスが全部透明になってて全部丸見えだね。うん、もうシュン君の汚さがもう染み出ているね。もしおかしいだろ。もし俺が Google で働いたらね、確かに終わりだね。散らかりがバレるね、すぐ。そう、確かに見られてたら綺麗にしようと思うもんね。いや、全然多分無理なんじゃないかな。無理かな、うん、今回の旅では分かった、うん、もう絶対無理だよで、こちらが MP1 で、なんだろうな、一番なんか核となる、Google クラウドの核となる部署がある場所ですね。めっちゃでかいね、お宅が。気づいた、これ気づいた気づいた、すごくないこれ、Google クラウドの形になってるんだよ。いや、どことも遊び心あるね、すごくない。すごいおしゃれすぎ、すごいね。初めて見たよ、こんな会社。いいね、入りたいんだけど。こういう会社使いたいね、やっぱイケてる会社だよね。なんかすごいね。なんかマネキン猫がいるエリアなんですけど、こちらはなんか赤を基調としたいい感じの、すごくない高級感。和テイストだね。和テイストだね、めっちゃいい。すげえ。プールとかバスケットゴールがある。すごい。すごくない？やばくない？語彙力なさすぎるけど、こんなにすごいなんて、やっぱ Google は違うな。すごい。リンゴじゃん。バナナもある。洋梨だ。本当だ、洋梨だ。バナナチップスもある。これが自由に社員さんなら食べられるということで、僕今気づいたんですけど、上に地球がある。すごいね、遊び心が半端ないです。しかもこれとかも本物のやつなんですよ。すごくない？あ、触っちゃった、怒られる。え、これ富士山かな、てかあれだね、エベレストかな。絶対富士山ではないでしょ。オーロラみたいになってる。すごくない？これ多分ロバかな。絶対トナカイでしょ。ここで、なんていうかな、作業とかもできるし、休憩もできるっていうスペースです。なんていうかな、この時間は、6時過ぎのこともあって、もう人はいないんですけど、普段はもうちょっと人がいて作業してたりするらしいです。すごいよね。社食です。 Google のマーケットプレイス。おー、なんか僕の盛り付け方が下手くそだからあんまり美味しそうに見えないけど、
もうなんかめっちゃいろんな種類があります。すごい美味しそう。野菜とかもすごいいっぱいあって美味しい。なんか選びきれませんでした。とりあえずいただきます。やっぱなんか油物が多いっていうよりも野菜中心のメニューですごく美味しいです。チキンとかもあってめっちゃ美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。なんだろう、これは謎の塊です。いただきます。何かの穀物ですかね、これは。こんなでかいイチゴもありました。甘い、ちゃんと甘い。今回アメリカ旅に来てなんか結構酸っぱめのフルーツが多かったんですけど、このグーグルのイチゴはめちゃくちゃ甘いです。あのグーグルの、しかもアメリカの本社でこうやって社食を食べれるっていう、なんかもう全く1年前の自分は想像してなかったので、すごい運が良かったなっていうふうに思っております。グーグルに来て思ったのは、やっぱりなんていうか当たり前ですけど、アメリカ人だけじゃなくて、もうインド人であったりとか日本人であったりとか中国人であったりとか、いろんな国籍の方が働いてるんだなって改めて認識しました。なんか今まで僕が会社訪問してきた中で、ここまで多様性があって、こんなに綺麗なオフィスでこんなに種類が多い社食がある会社は見たことがなかったので、今衝撃を受けています。ということで皆さんも、機会があれば Google 本社を受けてみてください。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。